ホーム線路終端冬のクズリュ駅クズリュ駅は福井県大野市朝日にある西日本旅客鉄道越日北線の駅、道線の終着駅である。車止めに向かって右側に単式一面一線ホームを有する地上駅、引上げ線と保守車両用の横取り線がある。この駅での夜間停泊はなく、早朝の始発列車は越前大野駅から改装され、反対に、 ク流リュの最終列車は、越前大野まで、営業列車として戻って停泊する。福井県西東端の駅であり旧泉村の代表駅である。当初の駅名は、越前朝日駅を計画していた。ログハウス風の駅舎を持ち、特産物直売所や観光案内所がある道の駅ク流が隣接している。福井地域鉄道部が管理し、道の駅ク流の指定管理者である。 福井泉リゾートが窓口業務を自宅する簡易宅駅である。終着駅ではあるが、乗降は無人駅同様に扱われており、下車時は切符、または整理券と運賃を車内の運賃箱に入れるか運転士に渡し、定期乗車券、青春18切符、北陸お出かけパスなどは運転士に提示する。駅舎内に自動券売機はないため、乗車券は、 魔独自が営業中の間は、ポスター末による発見で購入できるが、不在の時間帯は、乗車時に整理券を発行しげ車時に生産となる。一部の時間帯で、すべてのドアが開く。なお、JR 西日本金沢支社は2030年度までに、くずりゅ駅の簡易委託を廃止し、無人駅へ移行する方針を示している。 列島縦断鉄道の立串の旅 JR2 万キロメートル前線総破、周辺のゴール、そして秋辺のスタート地点となった。本来はここから国鉄小指南線の北納駅までの鉄道が建設され、美濃大田駅と福井駅を結ぶ小指線の中間駅となるはずであったが、小指南線の長良川鉄道移管などで実現しなかった。また、同線の美濃白鳥駅との間には、 国鉄バスによって大野線が運行されていたが、JR 東海バスへの移管後季節運行を経て、2002年10月1日に大野線は廃止された。美濃白鳥駅までは国道158号経由でも約 30km の道程であり、タクシーで移動すると1万円程度の運賃となるため、遠回りとなるが、県道127号経由で大野市営バスと、 白鳥交通バスを乗り継ぐコースを取ることも可能。ただし、いずれのルートも当期は、途中の一部区間で通行止めとなるため当期の移動は、不可である。国鉄バス時代は、旧村名から越前朝日駅という自動車駅で、腰日北線開業前の仮称でもあった。開業時に観光目的も兼ねくず湖から、駅名とした、なお、崩流ダムからは、駅との直線距離で、 約3トルに位置している。常備券タイプの青春18切符が2016年、冬季まで販売されていた。かつては、枚数限定の上、ストラップなどおまけがついてくることから人気が高く、大概、早く売り切れた。最近では、おまけはつかない。以前は、青春18切符の通信販売も行っていたが、JR の都合により2009年冬季で終了した。 ありがとうございます。